コーヒーの YouTube やってる人のフェス。これすごくないですか？はい、すごいな。バイ BFRT だったんです。行きます。イベント当日になりました。本日はよろしくお願いします。お願いします。あ、今日助っ人で来ていただいた九州から山田幸太郎さんです。ライフゴーズオン出た。ライフゴーズオンこれです。あのカップ売りのためにドリップ、はい、ドリップのやつか。ちょっとまだ起きてないですねこれこれや。当日どうなるかちょっとわかんないですけど、ノーノーノー、島田お湯しか入れてない。タンザニアの中アサリとホンジュラスのアサリです。じゃちょっと行ってみていただいていいですか。え、これデカめの実食いっちゃっていいですか。大丈夫です。実食うまいっすね。おいうまい、うん、みんな好きだと思うこれ。デイリーオブデイリーか。ちょっとキューブレーダーもライフゴーズオン飲んでもらえますか。この撮影スタジオに。最近でお願いします。西田もうまー。タカちゃんもどうぞ。大木屋さんのスタッフの方ですね。経営者。おいしいです。おいしい。ありがとうございます。大木屋さん今カメラ回ってないところで、これ普通にうまいっすね言ってました。楽しみですね。詳しくは後ほど現地。会場に着きました。今みんな入って速攻で準備してます。結構パンパンですごい雰囲気ですね。会場めちゃめちゃかっこいいですけど。ああすごい。結構ね、もうなんかちゃんとしてないと怒られそうな感じあるんですけども、一人でプリプリ外で撮ってます。森山コーヒー西区焙煎所、こちらのお店でもみんなが大変お世話になるということで、いや本当にシンプルに自分のチャンネルでもまた来させていただきたいなと思います。いやこれ本当にありがたいです。これね、ノット西区。いや会場マジで広いですね。みんなが、あ、で、あそこが今日西田のゾーンですね。西田のゾーンで今打ち合わせしていただいてますね。僕のゾーンをどうするのかっていうので、会場がすっごいかっこよすぎるぜ。これすごいね。これ最高っすで、大人の話をしてますね。大人の話をしてます。スプレモ T シャツを着てますね。はい、あーすごいか。よろしくお願いします。あ、本日はよろしくお願いします。完全に誰もいつ、あ、怖い怖い怖い、やばい、放送禁止だ。あ、すいません。あ、こんな人、先日はどうも。ありがとうございます。あ、すごい。ちょうど西田今車止めに行くとき、来た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 、来たぞ来たぞ。おはようございます。よろしくお願いします。芸者出します。あ、やべ、芸者出す人来た。でもパンパンっすよ、中熱気がすごいですね。今設営してて、ちょっと僕車止めに行ってくるんで。はい、いや最高ですね。よろしくお願いします。どうですか会場の雰囲気。いやめちゃくちゃおしゃれっす。すごすぎるね。 BRF T シャツ、緊張ボタン、フルシール XL。 あー行きましょう。ちょっと水買いにね、タンク忘れたんで、せっかく買った水タンク忘れたんで。すごいパンパンですよ、パンパン。これ豆やばすごい。うわもちろん全部なくなって帰りには多分無理。最高っすね。ギラギラやこれ、最高です。こっちもちょっと出よう。すごいもう撮ってんの。すごいって言ってる。早いだ。あ、髪も最高っすね。あれその T シャツまさか、レッサン。かっこいい。新しい T シャツでございます。やば。今日販売はないって。販売は考えております。すごい、ありがとうございます。すごい。やろうと思ったけど。あ、ガチや。これを荻原さんどうですか。そしてよし、これで生焙煎。我々は本日八百屋感覚で大特価って感じで見て。大特価これずるいな。めちゃくちゃいい。ちゃんと影入れてくるよ。ちょっとこれもやってや、これもやってや。影。豆なんのさ、いいやつ。豆あのあれです。ハニー。そう、あのインフューズのやつなんですけど、まあそれプラス今日のメインはだからこいつで。あ、そうか。焼かせてもらうやつ。その種類豆とか。去年行ったディオン村のコーヒーを持ってきたんで、それ焼く感じっすね。最高っす。だから何時？何時よ？一時間後。あ、もう時計がバグってて分かんないです。今1月1日になりました。たまになるぞ。みんなおのおのプリ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 。僕も準備しないと。サボ
ボテンのところに違う。やばいやばいやばい。サボテンの、とんでもないグリーンを今紹介します。こちらの、今日お世話になる方なんですけど、よろしくお願いします。これと、これ仕入れてきたものですか。これ仕入れてきました。どういうことですか。これちなみに。これ節木と言って、ここのもともとここのサボテンはまた違う品種なんですけど、どうそこをカットしてこの上にまた違う個体をここでくっつけるんですよ。人工的に。人工的に。生物的にもくっついてるんですか。くっついてます。これもそれもそうです。すごいな、そんな技あるの。でも今日僕らのブースでここ気になったらなんか即買えるらしいんで最高のブースですね、はい、クリーンとこいい。名前覚えないと。面白すぎる。いやこれすごいな、最高の場所を与えていただきましたね。どうぞ一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ノードっていううちのブランドなんですけど、まだ発展してたんですけど、その隣でサンキュアリタのコウタロウさんが今日専門でもらってくるんです。コウタロウさんのブースだけスタンプカードにないんですけど、シーンフリーでしていただけますよ。そこだけ皆さんご案内。開店しました。お客様がいらっしゃいました。いやコウタロウさん、西田の忘れ物がここに来てめちゃめちゃ出るっていうので、いやー、それでも解決できる。あ、いらっしゃいませ。お送りします。今開店してばっか、陽太郎さん来てくれました。ちょっと大丈夫です。あ、大丈夫です。めちゃめちゃ久しぶり。あ、やばいやばい。やべえ。これ覚えてますか、皆さん。ありがとうございます。署名、署名します。署名、署名。スタッフ忘れました。え、危ないんですか。忘れた。取りに行こうかな。見てください、白金のカリタいただきました。すごい、見て孝太郎ちゃん、白金のカリタいただきました。こんなカラーリング見たことない、ペリカンに。いやありがとうございます。SCAJ で2年連続お会いさせていただいたという、ついに白金のカリタを仕込ませていただきました。ありがとうございます。宇宙、今いらっしゃったお客さんの T シャツ、ちらっと見たらですね、半端ないことになってました。コーヒーひどい。これ自分で作ったって。いやこれね、いや僕もお兄さんがさっき来てくれた時マジでやべえファンかと思ったんですけど、これブーパンブーパン、そうそう、太蔵さんのブースで売ってるらしい。えコーヒーどうでしょう。マジっすか。これアッピーさんが作ってるらしい。天才やん。もう一回後ろいいですか。あ、もちろん。ここに確かにこれやるのアッピーさんだよ。確かにすごすぎ。オフィシャルです。おい、少し買ってくれてるっていうの、ありがとうございます。最高です。今いらっしゃって T シャツも豆も買ってくださったお客様が、今日初めてニトリをニトリのポット持ってきていただきました。カリタと言いましたカリタ、当たり前のようにカリタ、当たり前のようにサイズ感がジャストしてる。いやこれ嬉しいですわ。嬉しい、嬉しいです。いや、これ嬉しいです。ありがとうございます。釣れたらまた、また来ます。いくらでも来ます。ありがとうございます。スタンプ集まると特に何もないですね。アンズちゃんがもらえるとか、ね、あ、そういうことですね。でこれが今お客さんのやったフルコースで乗るとこんな感じになると。めちゃくちゃうまそうですね。いいですねこれ。今日の夕ご飯、今日の夕はちょっと後でかっぱらってこようかな。買ってありがとうございます。サラダさんお久しぶりです。久しぶりです。もう数回、今日陽太郎さんも来てましたね。一緒にらしいです。キャンプした仲間たちが、今日なんか印象に残ったのありました。印象に残ったのは多分人生初芸者。あ、マジっすか。あ、トモヤさんの方がいただいたんで、やば、ちょっとビビりましたね。ライフゴーゾーンを、ライフゴーゾーンこれめちゃめちゃ好評だ。みんな飲んだ人うまいってました。甘い。あ、サラダさんがじゃあ実食ありがとうございます。最高ですね。いやブース、あー最高です。ありがとうございます。ちょっと一瞬回ってきました。最高ですね。あー、焼き BGM 失礼します。すごい、みんながおのおのプリプリと楽しんでます。ついに、最後の時間でちょっとだけ時間ができたんで回ることができてます。こんな感じです。で詳しくは生配信見ていただければそっちでやるんで。あーすごい、撮影中このね、この白いゾーン多分僕の動画で映してないんで、このツッコミどころが多すぎる。めちゃくちゃ綺麗な、もう何これ。おっ、いたいた、びっくりした。目の前にいたぞ。あーそうだ。どうどうだっす。はじめまして。はじめまして。本当にコーヒー好きなんだなと思いました。お客さんとして来た体で、はい、どれが一番好きなのかね。ああ、いいっすよ。
あ、先ほどありがとうございました。ありがとうございます。最高ですね。いや、すごい。これ、あ、なんかやってるわ。え、え、すごい、なんかやってる。これちょっと怖い、怖い、ちょっと怖いな。あ、な、生配信ブース、生配信ブースじゃないかやってる。あ、一番いいとこだ、一番いいとこだ。大丈夫大丈夫これ。おお。もう止まれへん。いやいやいや。やるやん。やるやんけ。いや大変そうですね。めちゃくちゃ。傾斜コールが何回か聞こえてきました。お待たせしちゃってるんでちょっと。あ、すいません。お願いします。あ、すごい。ケアの。かしこまりました。なんで持ってんの？なんで持ってんの？すごい、第2お待たせしてます。すいません。いや、今一段落して最後の部の、ね、ほぼ終わりかけっていうことですね。もう時間終わってんだよ多分。普通の時間はあと1分。あ、1分でちょっとエクストラな感じでおまけモードみたいな感じでこれからショーみたいな感じ。トータローちゃんが今日ほぼっていうかもう全部ドリップしてくれた。これ楽しかった。大変助かりました。仕事しましたね。いや本当マジでほとんど配信でいなかった時間あるし。紹介させていただいていいですか。たまたま通りすがった歌姫大和田圭。たまたまさっき前を通った。たまたま通ったっす。大好きなあの時間、朝にはコーヒーを冷えたカップ、ポーズ温め注いで、フレンチトースト1個しか食べてないもんね。食べた？食べてない？あとリポビタン D をいただいたやつ。リポビタン D とフレンチトーストで生きている。そういうことになりました。さっきマジの人が来てたじゃないですか。いや、もうマジの人が来てた。聞いてない、聞いてない。全然テイスト違うんで気をつけてください。僕は最後のよりもみじんに切って、夕日を見ていた。飲んで感動してもらってる姿がこう頭にこうあるんですよ、ずっと。塾長のコーヒー感動したという方はぜひお越しいただければと思います。はい、ありがとうございます。一応その時の今、大団円の締めです。締めてるのは配信中です。自分が何よりも嬉しい。いやいやいや、本当その気持ちわかります。めっちゃ撮影してる子では聞いてます今。結構いいこと言うから、ね、いいこと言ってますよ。ね、めちゃめちゃ聞いてました。いやー、お疲れ様です。本当に今日はね、強力な助っ人も連れてきていただいて、ね、ぜひちょっと。いや本当にこういうオフラインのね、イベントが、ね、本当に素晴らしいなと思いまして。誰なやっぱりね、こういう日がいっぱいね多くなれば日本は幸せになるんじゃない。ライジンの記者会見気にそう思ってますね。では私が戦い続けて、この未来こういうすごいすごいサイレンだったから。何で乗ってんな。どうでした。今のキャッチブルーのね、光栄です。俺の会やな。ありがとうございます。めっちゃ買わせていただこうと思ってたんですけど、言ってましたね。あのバカマラ T シャツも電車 T シャツも買ってくれてました。こっち売り切れちゃった。ほら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 、情報量、情報量、ほら、カズヤさんに選ばれたからこその T シャツですからね。ということなんですね。ちょっとこう終わった、今みんなね、買うってこと、終わったなみたいな感じなんで、ちょっとバクバクして帰ります。はい、お疲れ様でした。ということで無事にコーヒーの YouTube フェスが終了したわけですね。いやもう本当にファンタスティックでいろんなことさせてもらって、山浦幸太郎氏はじめ企画運営の方々とかもういろんな人にいろんなことやってもらって、なんていうんでしょう、ありがたいとしか言いようがなかったですよね。それに比べたらね、僕なんか全然遊んでただけみたいなところなんですけど、まあ終わってですね、一個お知らせがあるみたいなことを最初にアナウンスしたと思うんですけども、会場で僕と幸太郎が着てたこの T シャツですね、僕があの後ろに僕のアイコンが書いてある T シャツを着てて、で幸太郎ちゃんがこの BFR ビンチョダフルシローストの方を着てたんですけど、これがですねオンラインで販売できることになりました。なりましたというか、まあ、しましたというかね、
当日あの特にアイコンティーの方とかがなくなってしまったりしてサイズをお出しできない方とかもいたわけですよ。で、まあ、T シャツ作ってる動画、前回の動画からこれ絶対販売してほしいなっていう嬉しい声をたくさんいただいてて、でインスタのストーリーとかでも上げるたびにこれ欲しいですねみたいな言ってくださる方もいたんで、さらに後押しになっていろいろそういうなんていうんですか、あれをしてできるような感じにしましたと。でこれがですね、あの予約販売っていう形でやらせていただこうかと思います。まあ、言い方分かれば受注生産とでも言うんですかね、まあ、受けた分その分作りますみたいな感じなんで若干時間かかってしまうんですけど、まあ、それが間違いなくお届けできるのかなみたいなことを思ったんで、はいっていう感じです。で諸々の作業僕全部ね自分で初めてやるわけだったんで、イベント終わってから時間かかってしまったんですけど、ようやくね目処がついて今日ですね、もう今、注文できます。で期間を設けますんで、その期間で注文受けて、それからまあ発注してその後発送してっていう形になります。なんで今日6月22日、この動画もう出てる時点で買える状態になってますんで、買える状態とか決済ができる状態になってますんで、まあ、それで予約完了みたいなことですね。6月25日の日曜日ですね、3日半ぐらいしか、丸3日間ぐらいしかないんですけど、まあ、その間にバッとやろうかなと、やっていただこうかなと思ってます。なんで今週末の6月25日の日曜日の24時まで、日付変わるまでですね、26日に日付変わるまで、そこまでの分をという形にさせていただきますんで、お家にお届けできるのはおそらく、まあ、注文が入った順に7月の半ばぐらいに発送できればなと思ってます。気持ちね、あの受注生産にしては早めに送れるのかなと思うんですけども、何個買っていただけるかわからない状態ではあるんですけど、本当に全くわからないんですけど、まあまあの数入っても全部自分一人で作業しようと思ってるんで、なんていうんですかね、この大変さを体感したいみたいな謎の欲求もあるんで、何個入ろうが全部自分でやりますと。なんで、まあそんなことないと思うんですけど、結構ね予想以上に入ったら、まあ、ちょっとね後半の方は遅れてしまう可能性があるっていうことだけ一つここであらかじめ言わせていただこうかと思います。はい、初のグッズ T シャツ2枚作りましたんで、まあ、当日買えなかった方もこれでねちょっとまあ一安心というかなってますね。決済手数料とかオンラインに掲載する兼ね合いで若干その当日現場のよりは高くなってしまってるんで、当日買えなかった方には大変申し訳ないんですけども、まあ、ちょっとここはねそういう感じでさせていただいて、はいということでした。いやコーヒーですね、ちょっといろいろ刺激が半端ないことになって、次は大阪でやるみたいな匂いがちょっと出てますんで、会場もどこでやるのか、もしかしたら大阪じゃないかもしれないんですけども、引き続き楽しいことやっていこうと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ T シャツの方だけ、期間が決まってますんで、そこは気をつけてくださいということだけ言っておきます。どうもでした、またね。今翌日なんですけども、一夜明けてプチ打ち上げをして、三宿のノット三宿の会場に忘れ物を取りに来ました。はい、そしてあそこの段ボールにはですね、ジュクシーコーヒーと書かれていました。ここに書いてます。あ、ここジュクシーって書いてちょうど翌日昨日ね発送の手続きはローソンがということで、ご飯はい、ついでに食いに来ました。昼からビールぶち込んでますね。今日僕とね孝太郎氏が最高のフリーなんで、ついでに食うっていうことで、はい、ランチがやってるってことかね。いやめっちゃうまい、計らずも忘れ物を取りに来た男おかげで、あれ野菜全部先に食べる、先に食べるタイプだから、同じだと思ったね。つまり A 型ってことで、おーということです。あ、私はポークポークカレー、チキンカレー昨日ここで熱狂の渦があったとはね、なんか全く違う世界でやらせていただいてもらってましたね。